皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、結局成長し続けたいなら基礎力が大事ってこと、ということについてお伝えしていきたいと思います。今日は基礎力のお話になります。で、ですね、私のエピソードから、基礎力のことをちょっとねお伝えしていこうかなというふうに思っています。どんな、ことがねあったかっていうと、私サックスを始めて今年4年目になるんですけれども、もともとが、私のクライアントさんのために、出版記念パーティーでですね、余興で楽しんでいただくためにサックスをやろうということで始めたのがもともときっかけだったんですよ。なので、基礎とかっていうものはもともとそういう地道なことが私好きではないので、そういう遊び系のエンターテインメントの方はですよ、大事なのはね分かってるんですけど、要はその時の盛り上がりという目的に対して基礎力までやってたら3ヶ月でライブができる状態にはできないので、いわゆるその芸能人的な、なんかあるじゃないですか、短い期間でそのどうにかするみたいな感じっていう、そういう感覚に近い状態で、とにかく曲ができればいいっていうことで全体的なものはいらないみたいな感じでやってきていて、でやってきてたんですよ。で3年終わって4年、3年目のところからなんですけど、結局ですね、それ以上に行きたいと思うと、例えばもっと音色を良くしたいとか、もっとこう皆さんにいい曲を届けたいと思うと、結局磨かなきゃいけないところって基礎になっちゃうんですよね。で去年は特にどういうところ、今年もその課題は続いてるんですけれども、どういうところに注力をしていたかっていうと、サックスって口のところにか変えマウスピースとあとそのネックっていうところを加えて、それで本体が入るんですけど、ここのその首のところですね、彼はかかずに力を入れないで加えてっていうところで、力を抜いた状態で柔軟に上手に加えると正しい音程といい音色が出るっていうことで、この口の動きをきちんと作るの1年がかりでやっているんですよ。で、だいぶいい感じにはなってきたんです。まだ完璧じゃないんですけどね。でだいぶいい感じになってきたっていうことは、音程がある程度整ってきた、ある程度ですよ、完璧ではないんです。で整ってきたぞと。でそういう段において、で今度どういう事象が起こってきたかっていうと、私が自分で思うように曲の解釈っていうのがあるわけですよ。ただ音符をこう、例えばなんですけど、そうだな、じゃあカエルの歌でいきましょう。ドレミファミレドっていう歌があったとするじゃないですか。今って単純にドレミファミレドなだけで言うけど、じゃあ例えばここにこう少しこう、なんていうんですかね、ドレミファミレドとかいう、なんかこうリズムをつけたいとかいう感じにすると、また雰囲気変わるじゃないですか。でどこにアクセントを置いてとか強弱つけてとかってやっていくと、その人らしさっていうのが当然出てくるので、曲の解釈みたいな感じのところの領域を今やってるんですよ。だからある一つの曲があって、でそれを私の場合特にジャパニーズポップスがほとんど、しかも昭和歌謡だったのは、それは知ってる曲だから楽譜が読めなくても何度も何度も曲を聴けばリズムとかもう分かるわけですよ。そのタンタンなのかトントンなのか分かんないですけどね。だから知ってる曲っていうことと、皆さんが感情移入してくれやすいっていうことで昭和歌謡を中心にやっていたわけなんですよね。でその昭和歌謡を中心にやっていて、だから耳で聞いてそこに、ドレミとかカタカナで振ったやつを合わせていて、どうにか曲にしてた。だから体としてはアンプできてますっていう体になっていて、楽譜読めないけど音吹いてますっていう体になってたんですよ。でその源はもともと歌手の人が歌っているアクセントとか雰囲気を真似るみたいな
定だったんですよ。ところが最近音符が細かいやつとかが増えてきて、例えばグレンゲとかですね、あとは夜にかけるとか、めちゃめちゃ音符が私的にはですよ細かいわけですよ。6六楽天も知らずリズムだけどうにかしてて、8分9札の16分9札の8分音符だのだなんじゃらかんじゃらとかいろいろ出てきて、でもそれは単純に何度も何度も聞いてリズムを合わせてるだけでやってて、ところがもう真っ黒ですよ。楽譜とかドシャープとかファーシャープとかって一個一個書いてってて、そこに手合わせてるだけなんで、さすがに遅れてきちゃうんですよね、早い曲になると。でちゃんと正確にそこにリズムを当てたいなとかって思うと、もういい加減そろそろですね、楽譜がちゃんと読めないと辛いなっていうことを今4年目にしてようやっとそこに戻るみたいな感じで、飛ばした結局基礎練習が今来てるわけですよ。楽譜が読めない攻略のために、まず見た目でその五線になってるところはまだ読めるんですけど、飛び出るやつが読めないんですよ一発で。だからドレミファソラシドレミファソラシドレミファみたいなあたりのこの上のところですね、見た瞬間にわからない。でこれをじゃあどうやって読むのかっていう練習と、あとリズムとかはリトミックっていう領域になるらしいんですけれども、ドラムの人とかって本当すごいなとかって、ね、思うんですけどね、これがポン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 っていうところにタッ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 とかってくるようなやつの「うん、た」とか「うん」っていうのが入るとかね、そういうのを見た瞬間にまあできるかみたいなやつとか、あとはさらにその音の高さの方向の変わってるものとかがやれるかっていうふうになると、初見って言われるいわゆる楽譜を見たら想像がついて手が動いて吹けるようになるみたいな、だから曲を知らなくてもルールによって吹けるみたいな状態になるっていうことで、私のこう地道な振り仮名振りと何度も何百回もその音を聞くっていうことから、まあ少し一歩成長するみたいなところの再調整を結局やってるんですよ、その次に行こうとするとっていう。まあこれはねちょっと長くなっちゃったけど、生々しい、まあ、私のエピソードですよ、今どういう状態なんだから。大人になっていきなり曲を吹いちゃうことからスタートした人が結局どういうことにやることになってるかっていうと、めちゃめちゃ超地味な楽譜を読みましょうっていう練習と、あとリズムを読み取りましょうっていう練習ですね。なんか右開けて左開けてみたいな、あの雰囲気に近いですね。そのここは休むとかいうのが最初できなくて衝撃を受けましたもんね。こうやってて、うん、やって、うん、とかね、その入る瞬間とかね、そんなの知らなくても十何曲吹いてライブしてますからね、はい、だから勢いとやりたいことをやるっていうその信念と意志はどんなに大事なのっていう別の意味で私を褒めてくれとか思いますけれども、まあだから そういう感じでいいんですよ、やれちゃうっていうのはいい。だけどよりもっとよく届くように心情をもっと歌いたい、アーティキュレーションか、その曲の雰囲気こんな風に吹きたいんですっていうと、どうしても楽譜と向き合う日が来てしまったんですよ。で今やってるっていう感じで、結局ね基礎やんなきゃいけなくなっちゃうんですよ。で、まあ、じゃあ何を言いたいかっていうと、結局成長し続けたかったら基礎って絶対に大事で、で私集客とかインターネットの方のビジネスって基礎すごいちゃんとやってるんですよ。会社員の時からネット集客の勉強1年半やって、で1年間ブログを書いた上で開業してるから、めっちゃ基礎固めやってから開業してるので順調にいったんですよ最初はね。何度かいろいろ波はありますよ、最初はねっていうところです。でそれめっちゃ基礎やってるからなんですよ。でこと音楽に関しては趣味の領域っていうせいもあって、そこまでストイックにやらなかったんで、基礎すっ飛ばして楽しいところからスタートしちゃったんですよ。だけどさらに上を目指す、高みを目指すっていうと、絶対にやっぱり基礎力が必要になるんだなって改めて感じたんですよ。結局戻ってきちゃうんです、結局ね。だから今一生懸命ね基礎やっているんです本当に。
地道なのはねすごく苦手なんですけど、地道にやってますすごく。でもこれ最初じゃなくてよかったなと思ってるのが、一応ライブの楽しさも分かってるし、みんなが喜んでくれてるっていう一定の成果を出した上で基礎やってるんですよ。だから基礎へのモチベーションっていうか、仕事に私そんなにモチベーション入れないんですけど、趣味の領域はすいませんモチベーション入れますよ。楽しいか楽しくないかめちゃめちゃ大事で、音楽サックスは趣味の領域なんで、モチベーションがだだ下がりになっちゃうわけですよ基礎ばっかりやってると。だから曲をやりたいっていうところのモチベーションに付き合ってくれて、まずはそっちをやらせてくれた先生には感謝しているんです。そして上がっていって上がっていって壁が来ます。だって基礎力がないから。で結局そこでもう一回基礎をやる羽目になるんだけど、一回そこができた上で目的が分かって基礎をやることになるんです。譜面の高さ関係の、動きが分かる、そして一発で見た瞬間に音の名前が分かるっていう状態やると下に振らなくていいんですよ。そしてリズムのことがちゃんと小説とか内容とかが読めるようになれば、まあ、このあたりの話って音楽やってる人からすると衝撃的に簡単すぎて笑っちゃう内容かもしれないけど、私は今そこに真剣に取り組んでるんですが、それをちゃんとやるっていうモチベーションはより良くするためにこれが必要だからっていうのが分かっているからです。音の高さの上下感と形が分かると、その波に向かってどういう感情でどう吹いていきたいのかっていうのが分かるから表現がしやすくなる。だ表現したいと思うとどうしても楽譜と向き合わなくなっちゃいけなくなって、振ってる暇と読んでる暇がないんですよ。手の動きが早い曲が増えちゃったからっていう。だから成長しちゃったのでどうしても向き合わなきゃいけない残念な事態になっちゃったから基礎力。でも基礎は大事だよねって分かって取り組むから、多分一番最初にやってわけも分からずやる基礎よりも効率よく早く体に多分染みていくんじゃないかと思ってます。なぜならば必要だっていうことが分かってて、それが次の課題をクリアする上で大事だって分かってるからっていうことなんですね。だからまず一つ目は何を言いたいかっていうと、基礎力って結局大事なんですよっていうことがまずは一つ目。どんなことにでもです。ウェブ集客も趣味の領域でもね、基礎力はその後の自分を絶対支えてくれる。これはね絶対大事 で特に基礎って面倒くさくって地味なことが多いから、途中何度も私もなんでこれみたいな残念なこととかも結構あったんですよ。サックスやってて特に口の形とか噛み癖って言って噛んじゃいながら吹いちゃう癖があったのを直すのに3ヶ月間本体つけちゃいけなくって、首っていうそのネックだけでねこうふーふーって吹く動画をひたすら先生に毎日送り続けるっていうのをやってて、こんな練習めっちゃ面白くないんだけどとブツブツ言いながらやってました。まあでも言われたことは一応やる素直な生徒なんで、まあ、先生も成長を信じてね言うわけなんですけど、まあ、その余談はさておき、まあ、とにかく基礎っていうのはね結局戻っちゃうほど大事なものなんだよっていうことなんで、最初から取り組むことができるなら一番ベタベストです。がしかしですね、まあ、集客もそうだし、まあ、私の音楽もそうだったんですけど、楽しいいいなっていうその体感と小さな成功事例ですね、それ掴んじゃってから遠回りでもいいから戻ってくるっていうのも悪くないと思ってるんですよ。一回だからそれをやることによってどうせ基礎がないと続かないの で結果やる羽目になる。でその時にすごくちゃんと基礎力を学ぼうっていうことになるから、やっちゃうことっていうのも初期的には必要かもしれないし、向く人はそっちでいいと思ってます。私の音楽みたいにライブやっちゃうみたいな、まずやっちゃう、基礎できてないけど楽譜読めてないけどっていうやっちゃえたっていうその充実感があるのでそれでいいじゃんっていうところからスタートするのもありかと思うので、ちゃんとバッチリ基礎を身につけてからでもいいし、つけなかったとしても結局戻る羽目になるからそれでもいいっていうことなんです。でもどっちにも共通してる大事なことはやっているということなんですよ。行動して何かしらの成果は得てるということです。基礎状況を頑張るって決めて基礎を地道にやるのもやってるし、先にウルトラ C 級に飛んだ方からやっちゃうってもやってるっていう事実があるので、やらないよりは絶対にやってる方がいい、はい、なのでどっちの道を選んでも構わないんですけれども、やるということが
大事です。アクロバティックにだったとしてもですね、はい。なのでまとめとしては、結局成長し続けるなら基礎力が大事ってことっていうのは、確かに基礎力大事なんですけど、それによってやらなくなっちゃう、基礎力の方めんどくさいって言ってやらなくなっちゃうぐらいだったら、やっちゃってから戻った方がいいっていうことです、遠回りになっても。なのでやることが第一に大事ですよということをお伝えしたいと思います。それでは。